羊じゃない？角折れてない？おや、山の王様んところのお嬢ちゃんじゃないか。そうです。何か用かい？私がお嬢ちゃんです。優は折れた棒を見せて新しい武器が欲しいと伝えます。鍛冶屋さんだ。はあ、はあ、これは見事にぽっきりいっちまってるね。いっちまってんね。いいよ、あたしが腕によりをかけてあんたに特製の剣を作ってあげるよ。でもおしゃれだね、なんか。ほんと？と、ユウは目を輝かせます。角にアクセサリーついてるよ。おしゃれなの、綿目もつけようかな、これ。角に角アクセついてる。ああ、そん代わりね、お使いを頼むよ。これから作る剣の素材を村の倉庫守からもらってきてほしいと言います。お使いか、いいよ。ほら、これが材料のメモだ。これを倉庫守に渡せばいいよ。了解です。うん、わかった、行ってくるね。ユウは鍛冶屋を後にしました。おしゃれだな、いいな。それどこで買ったの？硬い丸太を取ってきておくれ。角アクセいいな、おしゃれ。最先端だね、羊の中の。はしょけんさんいらっしゃいませ。材料もらいに行こう。こっちだよな、こっちだ。めっちゃ羊、これ羊だよね。めっちゃ羊いっぱいいる。おしゃれだなえ、めっちゃおしゃれ。何染めてんのこれ、おしゃれ。ゴールディ、なんだい、あたしは忙しいんだ。あっちにお行き。怒ってる。ファンキーだぜ、おしゃれはためいと。参考にしてもらって、前髪とかこうやってピンクのメッシュ入れたらいいのかな。寝る人休みな、なほな。前髪ピンクがありだな。これなんだろう、みんなおしゃれだ、メッシュかっこいいね。羊だらけだ、ここ。やっぱ優しい魔物なんだな、羊は。ねえ、あ、イラストに綿目がいたのはこれが理由なのでは。そうなのかな、ここ羊いっぺんおるでな。ウルーさん、まだまだ本当に人使いが荒い。あ、ごめんな、今忙しいんだ。こんなに羊がいっぱい出てくると思わなかったね。この子は慌てた魔物、名前ないのかな。おっと、ごめんよ、荷物をぶちまけてしまってね。片付けるには時間がかかりそうなんだ、ごめんよ。手伝いましょうか、片付けましょうか。羊たくさん嬉しいね、こんないっぱい。てか羊出てこうと思わなかった。わ、おしゃれさん。ラ、ラね、大きくなったらなりたいものがあるのよ。なんなのよ、気になるじゃないの、何になりたいのよ。魔法使いっぽいけど。え、すごーい、体重じゃ、体重。ショップ、わ、ショップ。あ、体力の実が買える、買うか。今2個持ってる。買うか、これ。今200、205シェル持ってる。
商品の中には在庫が限られているものもあります。その分お買い得だったり効果の高いものだったりするので注目してみましょう。欲しいね。介護く結構使うもんな。たけーたけー10個ぐらい持っとこうか。顔あ141シェルになっちゃった。もう売れるもんもないもんな。終わり。そうだよ、お小遣いじゃ足りない。お父さん足りないよ。こんにちは、レデンツさん。アネレステンスミ。いやこんにちは、申し訳ないのですが今仕事が立て込んでいまして。はあ、上か左行ってみたいね。お、なんかマップが広くなってる。ワールドマップが、やべえ、ワールドマップも手書きやん。これどんどん増えていくのか。これすごっ、マップ広がった。結構広そう。ん、なんだ人間か。俺っちゃここの門番よ。許可のないやつは通信部しちゃうぜ。でもみんな言うなことは知ってんだね。まあ王様の育ててる子だもんな。わためは通さない。ただしわためは通さない。何もなし。姉さん、はあ、美味しいもの食べたいわ。ハギ、こんにちは。今日もいい天気だね。いい天気だね。あ、そこもりさんだ。硬い丸太ください。お、ありがとうございます。優しい。ここここ。おお、戻ってきたね。ご苦労さん。ユウはもらってきた木材を手渡します。すぐできるからそこで座って待ってな。はーい。はーい。何もらえんだろう。どんな装備なんだろう。ギコギコ。ゴリゴリ。トンテンカン、トンテンカン。しばらく歌ったでしょうか。よし、できたよ。なんだろう、丸太から作られた。一番いいの頼む。お、それはとても綺麗な仕上がりの木の剣でした。わあ、それを見たユウは目をキラキラと輝かせます。木の剣だ、木刀だ。持ってきてくれた木は軽いけど丈夫な木でね。うんうん、これなら岩にぶつけたくらいじゃ折れることはないよ。と鍛冶屋の主人はユウに剣を手渡しました。これは嬉しいね。ハメバスポカイリー、ウェルカムバックメンバーシー。うん、ありがとう。ユウは鍛冶屋の主人に向かって何度も手を振りながら剣を大事そうに抱えて鍛冶屋を後にしました。これは嬉しいだろうな。勇者目指してるからね。やったー。